ははい、こんにちは今日は3月の120 0日ぐらいかな19か19ですね36週目になりましたえっ、ー、と先週っていうか今週っいうかな今週なのかよくわねいつだかえっ、ー、とあれあれ映画見たんですよ トップガンとトップガンマーベリック、うん、あの連続してみたんですよ連続してみた方がいいかなと思ってで大昔にトップガンをは見てたんですけどあの全く覚えてませんでしたね内容をだから「トップガンマーベリック」見る前に「トップガン」は見といた方が見といてよかったですねであれあれトップガンマーベリックってあれですねトップガン をリメイクしたみたいな感じにも僕は捉えー、捉えたんですけどね「トップガンマーベリック」っていう新作ではあるけど「トップガン」のリメイクではないかまあそんな感じもしましたけどねでアカデミー賞のなんとか賞も脚本賞とかそういうのをノミネートしてませんでしたねまあそんな話はいいですね映画の話は。 で映画関連になるか知らないですけどあの編集これこの動画は Adobe の,のプレミアプロで編集してるんですけどあのそ,れそれで NVIDIA の GForce のビデオカードを使った PC で編集してるんですけどあの2月下旬ぐらいからの g ホ、えー、ー,ースのドライバーがにバグがあって Adobe のソフトで、あのー、ダメになる Adobe のソフトが落ちるっていう問題がありまして、えー、そ,のその問題に先週ちょうどなりましてですねこれを解決するのが大変でしたね。うん、まあ,あの昔のドライバーを入れるか別の PC でやるかなんですけどドライバー入れ替えるのめんどくさかったんで。 あ別の PC でや,やろうとしたんですけどデーそのめんどくさいのをなんとかするための、えー、対策っていうのもやんないとできなくてでどっちもめんどくさいあのドライバー入れるのも古いドライバー入れるのもめんどくさい別の PC でやるのもめんどくさいという、えー、状態で。 普段からちゃんとやってないと、うん、いろいろ面倒くさくなりますよという話ですね。普段からうまいことできるようにしとけば、そんなに面倒くさくなかったんでしょうけれども、今回はちょっと失敗しましたね。はい。で、あの何週間か前からちゃんと、えー、真面目にいろいろ取り組もうみたいな話してたんですけど、で、真面目にいろいろ取り組ん 取り組んでるんですけど疲れるね真面目にちゃんとやり始めると,、うんえー、とそのためにその時間そのき,きっちり割いて真面目にやらないといけないから、えー、他の、えー、今,まで今までやってた無駄なことをやめて真面目にやるとそうすると、えー、とにかく疲れるそれが今週分かりましたねはい。 だからもうそれで今までちゃんとやってなくて成果が出てなかった分を真面目にやって成果が出るかをえ1ヶ月ぐらい検証したいと思うんですけどねはい本当にあに成果出るのかな真面目にこんな疲れてやって今日何日だっけ3月19日今日は3月3月19日か 違うかんだからうん、えー、とだから4月16日ぐらいのアップロードするやつでは、えー、真面目にやって成果が出たかが発表できるってうわけか。成果が出なかったがその前に真面目にやるのをやめちゃったか。 このやめちゃうっていうもう疲れたからやめちゃうっていうパターンが今までのパターンですねそうなるかどうかこれはお楽しみですねうん。